はい、吉祥寺の花や花心のさゆさです。本日はね、ふわふわなアレンジメントをね作っていきたいと思います。一応ねご予算は5000円いただいておりますので、まあその中でねやっていきたいと思います。はい、最初にご用意したのはこんな感じですね。多分足りないと思いますのでどんどん足していくんですが、ご注文としては華やかな感じで明るくっていうところですので、まあ春のねお花めっちゃねいいの今入っておりますので、それで作っていきたいと思います。はい、ふわふわのアレンジメントを作る時のポイントなんですけれども、下のグループと上のグループを作るのが大事になってきます。なので先にね下の方を作ってから最後に後入れでやっていくといいかと思います。でその時になんですけれども、キュッて詰めすぎてしまいますと、やっぱり入れるスペースがなくなってしまいます。いわゆるこうやって上のグループから透けて見えてるのがすごい可愛いんですよね。なのでキュッと詰めすぎてしまいますと、そのねふわふわ感がなくなってしまいますので、空間はある程度開けてあげるようにしてあげます。今下のグループ作ってます。はい、このバラ珍しくないですか？こういう珍しい系のお花は1個とか入れてあげるとすごい目立ちますので、いわゆるね他の花屋さんじゃ見ないようなアレンジメントだなっていう印象を持ってくれます。なのでそういう時にこうやって後ろの方、僕から見て今指してるんですけども、後ろの方に入れてしまいますと目立たないので、一番ね目立つような位置に指してあげるといいかと思います。はい、今ねこれくらいあえて高く指してあげました。正面から見るとこんな感じですね。で上から見るとこんな感じです。はい、ベースが差し終わりました。こんな感じでもう下のグループはもう低くやってあげていいです。でここから細かいお花をちょこちょこ入れてあげて、さらに上のグループも作ってあげます。そうすると自然に埋まっていきますので、でまあちょっとねそうやって上のグループも挿して寂しいなっていうところには、こういうねスプレー系のお花を挿してあげるとしっかりと埋まってるように見えていきます。はい、こういうねラナンのつぼみも使ってあげましょう。でラナンのつぼみを使ってあげるとき、本来のラナンキュラスって花が咲いてるところが一番上にあるじゃないですか。でこれ下にありますよね。なんですけれども、やっぱりつぼみ軽いお花は飛び出させてあげたい。なので本来の形とはちょっと変わってしまうんですけれども、アレンジメントの見栄え的にはこのラナンキュラスよりもちょっと高くやってあげるといいですね。はい、今正面から見せてあげるとこんな感じですね。まだまだちょっと寂しい空間はたくさんあるんですけれども、そういうところはスプレー系だったりだとかグリーン系で攻めてあげるといいかと思います。はい、こんな感じです。で先ほどのラナンなんですけれども、ラナンキュラスの近くに置いてあげましょう。例えばこれだったら黄色の結構近くですよね。これだったらピンクの近くっていう感じでやってあげましょう。はい、今ユーカリを刺してるんですけれども、長いのを使うよりも花束とかで結構下の方を脱破したりするんですよ。それを取っといてあげましょう。そうすればこうやって短く刺すときにめっちゃ使えますので、はい、おそらくね結構入れても1本にもならないかと思います。結構ねいいやつ、いわゆる、まあ、300とか350円400円くらいのユーカリですね。
いいのを使ってあげましょう。いわゆるユーカリ、あ、すごい安いから、例えば150円とか250円のユーカリを買おうっていうよりも、実はね、400円、500円する月のいいやつを買ってあげた方がいいかと思います。はい、このアルストロメリアめっちゃ良くないですか？これ通常のアルストロメリアよりもちょっとお高いんですけれども、めっちゃ長持ちします。で、かつね、こういうアレンジメントに入れるときはここが長いやつ選んであげるといいかと思います。なんですけれども、大きいスタンド花で刺す場合はちょっと注意してください。これは結構埋まってんでいいんですけれども、いわゆるここがめっちゃ空間空いてるやつあるんですよね。そういうのをアレンジメントだとかスタンド花に入れてしまいますと、そこに花が入ってなくて穴が開いてるように見えちゃうんですよ。で、こうやって丈が長いやつはこういうちっちゃいアレンジメントで使ってあげると無駄なく使えるかと思います。はい、ここまで来るとほぼほぼ完成なんですけれども、僕は最後の味付けというものをやります。それはこういうね、ブプレリウムとかちょっとね、軽いお花をこれよりもちょっとさらに飛ばしてあげて、かっこいい感じにね、作ってあげる。いわゆるふわふわにするとね、とにかくおしゃれになるんですよ。なので、ちょっとね、ふわっとした雰囲気で作ってあげると、最初の方はね、逆に作りやすいのかなと思います。頭を揃えると形を整えるのが結構難しいんですよ。なので、最初のうちはふわふわ系ちょっと挑戦してみてください。はい、こちらで完成となります。パチパチ。はい、ポイントなんですけれども、まずこうやって開いてくるお花ですよね。特に、こちらのラナンキュラスって夜になると閉じて、昼間になると咲くっていうタイプになります。で、これもね、どん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 開いてくるタイプですね。いわゆるこうやって開くスペースを空けてあげるってことです。いわゆるキュッとしてしまいますと開くスペースがなくて、そのまんまなんですけれども、こうやって開いてあげるお花は基本的にちょっとね、開いてあげるスペースを作る、ふわっとした感じでさせてあげる。そしてこういうね、小花系もちょっと飛ばしてあげる。これととかもね、どん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 咲いてきますので。で、いわゆる形が変わらないお花ですよね。カーネーションだとかバラとか、そういうのはね、ちょっと沈めてあげる。で、バラをポイントで見せたいときはある程度浮かしてあげるんですが、まあ、こういうね、ふわふわ系で作る場合でしたら、ちょっとね、下の方に。で、バラは品種によっては開くやつがありますので、そういう場合はちょっと浮かしてあげるようにしてあげてください。その時にね、ちょっと重すぎないように注意してあげましょう。はい、でね、皆さん思ったかもしれません、これで完成？めっちゃおかしくない？形って思うんですけれども、このね、形、はい、こんな感じですよ。こんな感じ、はい、ラッピングするとめちゃめちゃ綺麗になるんですよ。これは完全にラッピングした時に綺麗に見える花の刺し方になりますので、いわゆるね、これをもっとキュッとやってしまって下の方まで入れてしまいますと、そのラッピングに花が埋まってるように見えてしまって、すごい寂しく見えてしまうんですよね。なので、このくらい逆に開けてあげた方がラッピングした時にすごい見栄えが良くなりますので、そちらもちょっと見ていただけたらと思います。5000円のアレンジメントなんですけれども、正直お花代、いわゆる切り花で売ってる値段的には3000円くらいのボリュームしか入っておりません。なんですけれども、これめっちゃ入ってるように見えません？それはトルコキキョウだったりだとか、スプレーカーネーション、結構小分けできるお花が多いんですよ。例えば先ほどのユーカリなんて5分の1くらいしか入ってないんですよね。なので、1本の値段ってだいたい250円とか300円とかしてくるんですけれども、そういう小分けにしてあげることによって1本の単価を100円くらいで収めてあげる、そうやって入れられるんですよ。逆にワンサイドとか背を高くしたりだとか、あと花束って言っても、やっぱり花束の方が量的には入るんですけれども、結構丈を高く使わなければいけないってなると、お花の量とかボリューム的にはちょっとね、低く見えてしまうことがあります。なので、ラウンドのアレンジメントってめっちゃコスパいいのでね、ぜひ頼んでみるといいかと思います。はい、本日の放送は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。